こんな夜更けに何の用だ。ホームシックで子守歌でもねだりに来たのか。俺が歌ってやろうか。理由が知りたい。あんたたちはなぜこんなことをする。なるほど、寝物語をご所望か。いいぜ、話してやるよ。俺たちは2年連続でマレウス率いるディアソムニア領とトーナメント1回戦でぶつかった。結果初戦敗退、優勝常連。敵を力でねじ伏せてきたサバナクローディオがまるで目も開いてねえ子猫みたいなありさまだった。その無様な姿が全世界に放映されちまったわけだ。結果どうなったと思う。寮長は無能の烙印を押され、サバナクローディオ生へのプロリーグや一流企業からのスカウトはゼロになった。それは自分たちの力が足りなかったせいで。お前の言う通りだ。去年までの俺たちは本当の意味で人事を尽くしていなかった。化け物相手に真っ向勝負を挑むなんざ考えなしのバカのやることだ。負けると分かってるのに何の策も講じないなんて、百獣の王の不屈の精神に基づくサバナクローリオが聞いて呆れるよな。だからってあんな闇討ちみてえな卑怯な真似をするのは間違ってる。間違ってる、ジャック。俺はな、お前たち寮生のことを一番に考えてやってるんだぜ。マレウスを打ち破り今までの雪辱を果たせば世間のサバナクローリオへの評価は回復するだろう。今年勝てなければマレウスは殿堂入り選手になることが決まってる。これが最後のチャンスなんだ。それをてめえは安い正義感で潰すって。お前は先輩たちの未来を台無しにしたいのか。それは頭を使って獲物を追い込むのは狩りの基本だ。卑怯でも何でもねえ。この学園は弱肉強食、いい子ちゃんなだけじゃ生き残れねえってことっすよ。寮長、あんたが本気を出せば十分ディアソムニア寮と戦えるはずだ。3年前のあんたのプレー今でも覚えてる。俺は新入りが知った口を聞くんじゃねえ。本気を出せ、バカバカしい。本気になったところで何も変わらねえよ。失せろ、明日の朝日が拝みたいな。あいつ危険っすね。俺やっちまいましょうか。まあ待て、どうせあいつがクローリーたちにチクったところで証拠は何もない。それにあいつの能力は潰すには惜しい。動向だけしっかり見張っておけ。うっす。あの一年も兄貴みたいなことを